秋区は広島市を構成する八つの行政区の一つ。1980年4月1日に広島市の政令指定都市以降と同時に設置。広島市の東部に位置する。広島市内八区の中で最も人口が少ない区である。これは秋郡海田町、熊野町、坂町も編入合併する予定だったからである。合併で、 広島市に編入された旧秋郡瀬野川町、旧秋郡熊野跡村、旧秋郡船越町、旧秋郡矢野町の区域からなる。旧船越町に区役所があり、旧瀬野川町、旧熊野跡村、旧矢野町には、秋区役所の出張所が置かれている。区域は、秋郡海田町によって分断されており、旧矢野町の区域が飛び地となっている。当該地区、 の人口は約3万2000人であり、全国で最も人口の多い飛び地である。東区、南区、朝北区と接しており、東区、南区とともに秋群府中町を囲んでいる。一つの市で一つの町を囲んでいる全国で唯一の例である。また、矢野地区では都市部の様相を示しているが、瀬の川流域の中野地区や、 中野東地区では周囲を山々に囲まれ盆地上の地形をなしており、その周辺を、阿古地区、畑地区、瀬野地区といった小盆地集落が点在している。ニュータウン、団地主要な公園警察跡地区は、熊野交番が管轄。以前は駐在所があったが廃止され、熊野交番管轄になった。消防2007年3月31日までは、 海田地区消防組合消防本部の管轄であり、広島市内でありながら、秋区のみ、広島市消防局の管轄ではなかった。海田地区消防組合消防本部は、同日付で解散し、広島市消防局に編入され、広島市秋消防署となった。したがって、広島市消防局であるが、秋郡海田町、熊野町、坂町も管轄下に置くこととなった。 カモジが矢野地区で昭和初期まで盛んに生産。全国的に有名だったが、現在は衰退。松田の工場が近いことより、関連会社も多くある。以下に記載する商業施設は大規模で、広域集客力のあるものに限定し、店舗の大まかな説明も記載している。百貨店はサテライト店舗でないもの、ショッピングセンターは、 原則1万平方メートル以上としている。ただし、施設が集積しているなどしている場合は、例外的に掲載している場合もある。私立公立公立公立、その他、山陽新幹線が、東広島駅広島駅間で遠くを2度、通過しているが、すべてトンネル区間である。2003年3月31日までは、中国 JR バスも走っていた。 広島市の文化財有形文化財、建造物、広島市の文化財記念物、史跡、広島市の文化財記念物、名称、広島市の文化財記念物、天然記念物、広島市の文化財登録文化財より、ありがとうございます。